防衛省は25日午前、北朝鮮から少なくとも1発の弾道ミサイルが発射されたと発表しました。日本の EEZ イコール排他的経済水域の外側に落下したと推定され、防衛省が情報収集と分析を進めています。続きを読む。防衛省によりますと、25日午前6時52分ごろ、北朝鮮の内陸部から少なくとも1発の弾道ミサイルが東の方向に発射されたということです。最高高度はおよそ50キロ、飛んだ距離は通常の弾道の軌道であればおよそ400キロと推定され、変則的な軌道で飛んだ可能性があるということです。落下したのは北朝鮮の東の沿岸付近で、日本の EEZ イコール排他的経済水域の外側だということです。これまでのところ日本の航空機や船舶などの被害の情報は確認されていません。北朝鮮による弾道ミサイルの発射は今年6月5日以来です。防衛省によりますと、北朝鮮によるミサイル発射は巡航ミサイルも含めて今年19回目で、かつてない頻度で発射を繰り返しているとして情報の収集と分析を進めています。浜田防衛省北朝鮮側に大使館ルート通じて抗議。浜田防衛大臣は今回の発射について、我が国と地域、国際社会の平和と安全を脅かし、国連の安保理決議に違反するもので強く非難するとして、北朝鮮側に対し北京の大使館ルートを通じて抗議したことを明らかにしました。また浜田大臣は弾道ミサイルの種類について総合的、専門的な分析を行う必要があり、現時点で確たることを答えることは困難だと述べるにとどめました。一方、記者団が北朝鮮の発射の狙いはアメリカと韓国の共同訓練への反発と見ているのかと質問したのに対し、浜田大臣は北朝鮮の意図について断定的に答えることは困難だ。防衛省としては北朝鮮の軍事動向についてアメリカなどと共に緊密に連携しつつ、引き続き情報収集と分析、警戒監視に全力を挙げていきたいと述べました。韓国軍、北朝鮮が日本海へ短距離弾道ミサイル1発と発表。韓国軍は北朝鮮が日本海に向けて短距離弾道ミサイル1発を発射したと発表し、アメリカ軍と共に詳しい情報の収集や分析を急いでいます。韓国軍の合同参謀本部によりますと、北朝鮮は25日午前6時53分ごろ、北西部平安、平安、北道のテチョン、大山付近から日本海に向けて短距離弾道ミサイル1発を発射したということです。北朝鮮が弾道ミサイルを発射したのは今年6月に異なる4カ所の地点から8発を発射して以来です。また先月にも巡航ミサイル2発を発射していて、今年に入ってからのミサイル発射の回数は19回と、異例の高い頻度で発射を繰り返しています。北朝鮮は今月1日まで行われたアメリカ軍と韓国軍による定例の合同軍事演習に対して、侵略勢力による演習には必ず相応の軍事的対応が伴うと反発し、米韓両国への対決姿勢を示していました。また今月8日には北朝鮮の最高人民会議で核兵器の使用条件などを定めた法令が採択されたのに伴って、金正恩総書記が戦術核の運用空間を拡張し、核戦闘体制を強化すべきだと演説し、非核化交渉を拒む姿勢を鮮明にしていました。韓国南東部のプサンには23日、アメリカの原子力空母ロナルド・レーガンが入港し、近く日本海を中心に韓国と共同訓練を行う予定で、北朝鮮の反発が予想されていました。米韓両軍はミサイルの種類や飛行距離など、詳しい情報の収集や分析を急いでいます。北朝鮮のミサイル発射は今年19回目。防衛省などによりますと、北朝鮮が弾道ミサイルなどのミサイルを発射したのは今年に入って19回目です。1月に7回、2月に1回、3月に3回、4月に1回、5月に4回、6月に1回、先月に1回、それぞれ弾道ミサイルなどを発射しました。これまでの18回のうち、15回は弾道ミサイルと推定され、弾道ミサイルの可能性が指摘されているものが1回あります。残りの2回は長距離巡航ミサイルなどと推定されています。